歳と年齢制限を超えながらも出馬に意欲を示している片山氏の公認について、定年制は守りたい、特例は認めたくないとして公認しない考えを正式に伝えました。党としてっていうのかね、総裁としての判断でしょうから、それは真摯に受け止めて、よくお話し合いあの言いましたよね。党の話は聞きたいと。谷垣総裁は明日にも片山氏のほか73歳の山崎氏や70歳の安岡元法務大臣に対して公認しない方針を伝えることにしています。違反の罪に問われていた民主党の後藤英朝衆院議員の追悼責任者に有罪判決です。この裁判は去年の総選挙で民主党から熊本3区に立候補し比例代表で復活当選した後藤英朝議員の追悼責任